イラストのタイトルは鳥と人と土地、鳥と人と土地だそうです。で、あ、そう、コメントいただいております。 CD 発売おめでとうございます。記念すべきソロイベント、ソロ音源に私の絵を使いたいと言ってくれて嬉しかったです。まだ、まだ撮ってる人いるからさ、ごめんなさい、ごめんなさい、そして私の描いた拙い絵を素敵にアレンジしてくれてありがとうございます。けいなちゃんの歌を聴いたり、いろんな思い出を思い出しながら絵を描けて楽しかったです。皆さんもライブ楽しんでいってください。大成功をお祈りしていますというメッセージが届いております。ちょっと今日はですね、お仕事で来られなかったんですが、千尋さんにも大きな拍手をお願いします。